んにちは。せんちゃんのおよ。せんちゃんでーす。みなさん、見て。これなんだ？みなさん、今日は私仕事はね、やっぱり工房です。今はね、毎日毎日仕事は工房です。今日は中核だけ、あそこにいっぱい置いてです。そしたら昨日はね、木の別の畑、ちょっと小さいは多いです、ごぼうは、こんな感じで、ちょっと小さいは多いです。そしたら今日は、小さいの私切って、選別して、置いとって、その今私はね、ニケリで切って、小さいはいらないですね。そしたら私は、ここ水つけて、今日は私は洗いごぼうの洗うな。ごぼうの洗う皆さんに見せたい、言葉なんでかな。洗いごぼうってごぼうの洗うか、どっち反対かな。洗いごぼうはいいかな。洗うごぼう。今日はね、私はね、実際のごぼうで洗いで皆さんに見せたいです。今年は初めてです。機械で、こんな機械で洗って、本当はね、毎年は私はごぼうは、実際で B 品で洗ってから一番の持ってする。今年は私いろいろ全然手間ってないから、そのままで黒に、一番に持ってそのまま洗い入れないで、今日はちょっと今はね、今から毎日ですね、それ多いです。部屋は私は小さい、こんなはちょっと多いでして、私は洗って100円で自分でお店だけ出す、自分で皆さんが知ってるわ。せんちゃんのお店は毎年は洗って出すけど、今年は全然洗ってないです。そのまま洗って、今日はちょっと胴に通ってごぼう洗いでどんなやり方かなって皆さんも見せたいです。こんな感じです。機械の洗いで皆さんに見せたい。今から私する、私はね、洗いごぼうは薬はしてないです。そのまま見す。これはねごぼうは昨日から収穫、昨日から旦那さんのところは箱台の選別鹿児島に出す。そしたら実際で、私はね、ちょっと箱に入ってカランカランして、私ミスつけて、しけないでもいいし、私はカランカランはミスつけて、そしたら機械に洗う。はい、今から機械のスタート。
皆さん、アラは終わりました。あまね、これはね、昨日日曜日のごぼうの収穫です。昨日は月曜日ですね。そしたらね、ちょっと、まだ、ちょっとか、ごぼうはカランカランしてる、あんま白いしない。それが大丈夫です。それは本当のごぼうの色です。今日は洗って、この準備、お店準備して、これ。今日はミニトマト、ナスビで、ごぼう、ヤガイモ、かぼちゃ。私はね、だいたい自分で顔の表やってるです。いっぱいいっぱい入れるよ。測ってないです。いくらかいくらで。100円からね。こんな感じ。見て、いろんなこと。いっぱい。これは、チェンキャンのスカウです。かまだり、辛いもなり。の切りだり、とっても便利。これ、せんちゃんの車、便利、いろいろ入ってる。ハサミも、芯を切る。これ ごぼう洗って準備した。こんな感じアンクロに入って準備。これはね、洗いごぼうです。ごぼうの洗いかな、どっち洗いごぼう、どっちでもいいですね。今日は私、お店100円は準備終わりました。これは洗いごぼうです。次は今日はミニトマト、今日はミニトマト、あっちもナスビ、野菜も、ちょっと今日は少しかぼちゃあれです。かぼちゃは1個100円、今日は。昨日のナスは、1個は200円、今日はちょっと小さいで、1個で100円です。と、今日はちょっと違うです。洗いごぼうです。今日は洗いごぼうと100円の明日の準備、明日のナスの準備、こんな感じです。以上です。皆さん、今日はごぼう、洗いごぼうで100円の準備、最後まで見てくれてありがとうございます。また、せんちゃんのよ、見てね。また、せんちゃんのよ、よろしくお願いします。またね。バイバイ。